写真拡大に15日放送のフジテレビ系特ダネ。月金曜、前8時、公職選挙法違反の疑惑が報じられていた菅原和秀経済産業省が辞表を提出したことを速報した。番組エンディングで小倉智昭キャスターは東供給区選出の菅原氏を私の選挙区なんですと明かした上で、時々テレビで踊りを踊ったりしてましたけど、踊りなんか踊っている場合じゃなかった、週刊誌の写真が決め手になったようですとコメントした。続けて、ではまた明日を愛したいと思いますと挨拶したが、金曜日で明日土曜日の放送がないことに気づき、あ、明日と慌てて番組は終了した。